もずかつてらしは、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将。柴田勝家の家臣。意名は署名を照る影、後に、家、てらし、かつてらしと改めた。遺説として吉地下とするものもある。通称は初めは、章介、章介で、後に章介となった。終わり国か須が郡軍稲葉村の人。新居城主。 水野義春の四世今後のモズ少将の子で、父が稲葉村に移住して開婚し、生をモズと改めたのが始まりという。十二歳の頃より、小田氏の家臣、柴田勝家に故障として使え、後に故障を頭に取り立てられ、一枚国を与えられるまでになった。十七歳の時、天正二年の一世長島攻めに従軍した。激戦の中、 勝家軍の馬印が一気勢に奪われる事態が起きたことがあった。勝家はこれを部門の恥として奮撃し、敵中に入って打ち死にしようとしたが、章介はこれを監視して、自分で敵陣に突入して見事に馬印を奪還。これを勝家に送り、再び敵中に突入した。勝家は大いに喜び、政兵を発して、家将を救った。 勝家は正介に返気を与え、自身の名前の一字、勝の字を与えて、字を正介に、あるいは、意味名を、勝寺氏と名乗るように申し渡した。または、勝と家の字の両方を与え、正介や寺氏を名乗らせたとも伝わる。天正十一年、静ヶ岳の戦いにおいて、柴田軍は、橋場秀吉に敗れて、勝家は、切り込み打ち辞にを覚悟したが、 正介はこれを急めて、退却して牢場するように進言した。自らが代わって戦うとして、兵衛200を率いて出陣。秀吉軍が包囲すると、勝家の馬印、金の御手蔵を掲げて、大軍を引きつけた。この時、兄、重左衛門は、兄弟で討ち死にしようと言ったが、正介は生き延びて、母を扶養することを頼む。 しかし身を好む母に対してそれはかえって不幸であると言って、重左衛門は拒否して二人で進んだ。正介は、我は、柴田勝家なりと言い放ち、身代わりになって、果敢に応戦。勝家の脱出の時間を稼いで、打ち死にした。去年二十五。秀吉は、この忠義を激章して、北の少女の落城後、モズ兄弟の首を母に返した。なお、 モズの子孫は、尾張徳川家に仕え、明治初期に、再び名字を水野に戻したという、大平記、長島合戦に描かれた、モズや、寺氏モズ兄弟の墓。ありがとうございます。